ドルマバフチェ宮殿は、トルコのイスタンブールにある宮殿。新市街の北東郊外、ベシクタシュ地区のボスポラス海峡に面した埋め立て地に、位置する。ドルマバフチェとは、埋め立てられた庭という意味である。ボスポラス海峡上から眺めた、ドルマバフチェ宮殿1922年11月1日の、アンカラのトルコ共和国政府による、訂正廃止を受けて、 ドルマバフチェ宮殿の裏口から、同宮殿を後にする最後の皇帝メフメトと六世。この写真が撮られてから数日後、英国の戦艦で、マルタに亡命。その後サンレモに居住し、1926年に、同地で没した。初代トルコ共和国大統領ムスタファケマルアタチルクは、ドルマバフチェ宮殿のハレムだった居室で執務し、そこで没した。現在も、 アタチュルクの部屋として、その時のまま保管され、公開されている。イスタンブールを征服した、オスマン帝国のメフメト2世によって造成された、庭園に、1843年に、アブデュルメジト1世の命によって宮廷に仕える、アルメニア人建築家が設計、従来あった木造宮殿を取り壊して建てられた。 1843年に着工され1856年に完成した。以降、1922年に最後の皇帝メフメト六世が退去するまでトップカップ宮殿に代わってオスマン帝国の王宮として利用された。ヨーロッパから取り入れたバロック様式と伝統のオスマン様式を設置した豪華な宮殿で外観や装飾は近代西洋風であるが、 建物の内部は男性向けの空間と女性のみの空間に分割され、ハレムには多くの次女や観覧も勤務した。ボスポラス海峡に向かう面は海側に門と桟橋を備え、宮殿から行動に出ずに船でイスタンブール市内を自由に行き来できるようになっている。宮殿の面積は4万5千平方メートルで285の部屋、46のホール、6の浴場、 68のトイレがある。オスマン帝国の皇帝がいなくなった後も政府の迎賓館として使われている。トルコ共和国の初期にはイスタンブールにおける大統領の執務所として用いられ、1938年に初代大統領ムスタファケマルアタチュルクはこの宮殿で亡くなった。彼が亡くなった9時5分で宮殿内の全ての時計が止まっている。現在は 観光客の見学に解放されている。ありがとうございます。